こんにちは、遠藤さとしです。今日はですね、この自撮り棒をご紹介したいなと思います。皆さんですね、よく知っている方多いと思います。僕も結構前から知ってはいたんですけども、ちょうどですね、今月の最初の頃に海外から友達が日本に来てまして、でその友達が浅草に滞在していたので、よく浅草にこう出向いて一緒にこう行動したりしてたんですけども、海外から来てる観光客の人はこの自撮り棒を持ってる人がですね、すごく多かったんですね。みんなこれ流行ってるのかなと思ってたんですけど、それでまあ自分もちょっと面白いなと思って興味を持って、まあちょっとね、やっぱりこう恥ずかしいっていう、まあ、自分でこうやってね撮影するのは恥ずかしいっていうのがあるので距離を置いてたんですけど、まあとはいえやってみないと分かんないなということで、これ買ったんですけど、これですね、自撮り棒、まあ、買うにあたっていろいろ見てみたら、これがですね、分かりますかね、ここに、ボタンが映るかな、ボタンがついてるんですね。これボタンがついてるのかついてないのかですけど、まあ、どういう違いがあるかっていうと、ここのボタンでシャッターを切ることができるんですね。なのでこれがないと、タイマーで設定して自分のところをこう伸ばしてこうアングルを決めてっていう、タイマーでやってる間にやらなきゃいけないんですけど、これはまあ Bluetooth で接続しているので、それでこうボタンでシャッターを切ることができる。これすごく便利です。でこれ動画の録画のボタンにも対応しているので、これを押せば録画が始まるということなので、かなり便利です。自分でこうやってね、みんなでたくさんなんかこう集まってる時とかにこう自撮りしたいよっていう方には、まあ、こう手で持ってるとどうしても手とか映っちゃうんですけど、これだとうまく角度さえ調整すれば手も映らない、こう自撮り感してるなくですね、撮影することもできるので、ぜひおすすめしたいなと思います。こうね、伸ばして使える自撮り棒についての方のご紹介でした。ぜひこの Bluetooth 対応のやつを買うといいと思います。それでは。